これがアッドの。この一体。そうですね。かなり老朽化して。あ、なんかありますよ。本当だ。金じゃないけど、こんなのも一個もないね。ですね。ちょっと お食事どころみたいな感じかもしれない。こういうの玉がありますね。はい、というわけで始まります。今日は来てるとこ、池ですね。もろ池やね。池ですね。今日は廃墟ということで、この近くにね、昔使われてた打ちっぱなしのゴルフですかね、が あったと。まあ、あるんですけど、廃墟がね。ちょっとそっちに今日行こうかなと思うんで、普通に、道から見える場所なんですよね。もうこの一部が、ちょっと今、露出してんですけど、見えますかね、ブルーの建物。あの辺にあるんですよね。ちょっと今日はそちらの方に行こうかなと思います。よろしくお願いします。こういうふうの玉がありますね。残っとるね。こういうのって三お歴史は長いんでしょうね。結構ゴルフのボールが卵かなと思って。ネットとかもやっぱ残ってるですね。まだ岩が、岩というか石碑、なんかこういう裏道じゃないけど絶対あるよね、こういう石碑ですね。何かしらの、あったんでしょうね。あっちの大通りがまだなくてさ、こっちがメインだった時の石碑みたいな。これ行きますかね。ああですね、立ち入り禁止なんですね。釣り禁止、立ち入り禁止。あまりにも静かな歩道だって、こっちから来るよね。ですね。うわ、寒っ。スーッとしますね。急に気温が。自由歩道。結構多いよね。多いですね。あ、でもすぐ近くですね。あ、もう見えてますね。うわ。これがアッドの。この一帯。そうですね。涼しいっていうのを通り越す寒いね。ですね。でここに車とか止めとったんでしょうね、おそらく。打ちっぱなしの。あれだね、なんかそのイメージしてたら大きい建物かもだけど。あれあれなんなんですかね。何もないんで。なんですかね。どうもってよかった。石、岩ですね。なんか岩というか石、コンクリート作られた。なんかあったんですかね。いや違う、コンクリートじゃない。プラスチックに近い浮かべるなんかやつですかね。ポールみたいな。何メートルとかさ。ああですね。その可能性はありますね。いやー、こんなんだったかな。あ、こっから降りていく。あーですね、ロープ張ってあるんで入れないですね。
かなり老朽化して、うん、どういう状況ですどこからどう、あそこから出るんですか。あ、なんかありますよ、キウイが。キウイ？本当だ。感触とか。あ、キウイや。ああ、そうなんです。あの、もさもさってさ。ああ。あるんですね。日本でも取れるんですか？うわ、めちゃめちゃなってますね。これ、渋柿や。ねえ、めちゃめちゃなってますね。ああ、こっから行けたんですね。行けるよ。なんもないよ。まあ、ここまでですかね。中入っちゃうとちょっと。でもさ、こういうゴルフの用品じゃないけどさ、こんなのが一個もないよね。ですね。ゴールにあるんだね。ですね。ちょっと お食事どころみたいな感じかもしれないです。あれ、ガラスケースがある。ええ。お食事どころみたいなね。あ、あんなお魚入れたりね。あ、で、お酒の、ね。ちょっとしたなんかドライブインみたいな。あ、ほんと、ゴルフボールいっぱいあるよ。あ、やば。やってたんだね、なんか、イメージ。ですね。あの看板。ですね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。焼肉屋だったんですね。でも、ここが売り土地で、あの向こうがまた別のあれになるんでしょうね。もともと駐車場だったけど、ここだけってことですかね。フェンスがね。ですね。まあでもメインはここなんですよね。ここで向こうに向かって、あの緑のマットとかあるもんね。ですね。やっぱあれよね、釣りをしちゃいけないって言うけど、ここやったら隠れて釣りができるけん入れないんでしょうね。ですね。ここは入りせえがな。なんかね、懐かしいなってすごい思うんですよね。昔このね、上から津山行くときによく打ってる人見たことあるんで、うーん、最近までやってたような感じなんですよ。でもまあ、でもあの小屋のところは多分やってなかったと思うんですけど、最近ギリギリまで多分ここはやってたんですよ。やっぱこのコンクリートがね、比較的新しくまだ綺麗だ。だから多分もう一回直して使ってたんですけど。こういう感じで。なんか、いいね。ですね。なんか、懐かしいな。いろんな思い出を思い浮かびますね。これ、ここ、見ながらっていうか、上に行ってね。なくなっちゃったのがちょっと寂しいですけど。結構、前の仕事で、この前の通り通り寄ったけど、気がつかんかったんだ。ああ、そうです。やっぱちょっと、あの、前の方を見てしまうかもしれないです。運転してたら。ねちょっと帰りましょうかね、これで。もう、今日はこんな感じで。まあ、遊歩道あるんで、まあ、ちょっと川のね、水鳥、川っていうか、その池のね、水鳥見ながら、いろいろバードウォッチングしながら、ね、いろいろ探索したら楽しいかなと。夏涼しいかもね、こう。ですね。こんだけ冷えるから今。すごい、あの、場所がいいですね、自然が。ね。いいです。ぜひ、行ってみてください。で、それではまたね、あの、よろしくお願いします。はい。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。
悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。